はい、おはようございます、本日はですね、久々に夫婦で Vlog を撮っていきたいなと思います。本日はどこに行くんでしょうか、お嫁さん、お嫁ちゃん。寿司だと寿司ですか、はい、では寿司に行きます。はい、では今からお寿司はどこに行くんですか。福島。大阪の福島にね、美味しいお寿司屋さんがあるんだよな。はい、そこに予約して、はい、もう何日も前から、はい、11時半予約で、現在11時16分あと15分ぐらい、もう間に合わん。急いで高速乗って行ってますか。楽しみですね。はい、はい、どうですか、楽しみ。うん、楽しみよ。早く食べてお腹空いた。朝が何も食べてないもん。断食中。断食中、16時間断食中。はい、昨日このために夜ご飯早く食べたもんね。もつ鍋5時台に食べたんちゃうかな、ね、夕方、ね、6時には食べ終わってたもんな。寿司、また黒酢の寿司屋がうまそうやもんな。もうお腹ペコペコだよ。楽しみ。楽しみで、福島だから近くにパン屋さんとかあったりするんじゃないかな。ああ、まあ、テンション上がってないね。行こうか。本当やだ。え、芋屋がある。デザートじゃん。立派な犬もおるわ。え、立派な犬や。ネギダレを増やしてます。サラです。サラです。タイです。赤エビです。醤油麹を入れました。うなぎです。こちらで一応終わりです。聞いてる。何かいるんですかね。いらない。いる。いる。ありがとう。あ、こちらが出せました。逃げていけ、うん、排水が行ってきました。美味しかったですね。美味しかった、めちゃくちゃ美味しかった。はい、会計するときにこけそうなんだけど、芋屋行かんでいいの。芋屋もいいや。なんも買わんでいい。あそこに美味しそうななんかデザートあるけど。じゃあちょっとビール。それは行くんかい。プリンある。いらない。いらん、うん、隣の彼氏さんを思いっきり肘でガーンヘッドロックかましたけど。そんなことガーンとは言ってないよ。てか主に椅子にぶつかっただけ。落ちそうになってんな、階段から。ジャンからな。段差からね。結構段差高かったしね。では次はパン屋さん行きますか。行かない。あ、そうな、うん、おみくじもせえへんの。初詣まだ行ってないけどさ。それをすればいいんじゃない。そうか。高いかな、パンは。アウトレット？またアウトレット、ルーレット企画しやなかね。うん、今日する？今日したら。今日せえへんよ。今日したいの？うん、大丈夫。大丈夫だね。うん、でも寒い。でも大
ない。春のアウターがないねんな。そう、春のアウターのベージュのやつしかない。ああ、なんかあれじゃあそう寒いよな、風通すから。そうそう、なんかちょっと風通さなくてちょっときれいめ的な。ああ、ちょっとお出かけの時の。でもお出かけ結局しないからな。ああ、でもちょっとこれでお出かけする時ね、あ、それいいなと思うけど。確かに。あ、ほんなおみくじ行きますか、今から。はい、はい、行きます。真っ暗や、行ってきます。はい、それでは次は神社に来ました。大阪住吉大社というね、めちゃくちゃ有名な神社があるんですが、まだ現在2月なんですが、初詣してないんですよね、我が家は。なので今年のおみくじを引きに来ました。カーカー言うてますけどね。お邪魔します。毎年春日大社に行ってるんですけど、ちょっと今年は春日大社に行けそうにないなー言うてね。あ、こちらですね、どうぞ。いかがですか。俺今年もな、大吉な気がすんねんな。君、去年は去年だったっけ、吉か。なんかあんまり良くなかった。どうでしたか、去年1年振り返って。別に吉みたいな感じやった。中吉ぐらい。いや、普通に吉やった。うん、普通に何も問題なく、怪我もなく、病気もなく、普通だったかね。俺は今年も大吉でガンガン行きたいななんて言ってるんですけどね。ここやん。ほら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 、メインとかな。行く？何をお願いしますか。もう健康ですよ。1年に1回しか来へんのに健康をお願いする、ずうずうしいと思いませんか。でもそれはそうですね。それは毎月来てたりするんやったらさ、健康お願いして神さんもやったろか思うけどさ、年に1回しか来んくて5円とか10円しか入れへんのにさ、そんなもん叶えようかなと思う。いいんじゃん。あ、綺麗あれ。あ、本当だ。あとはおみくじですね。こういうみくじもあるけど、どうしちゃおうかな。どうしようかな。こっちでいくか。これいくら？200円やで。これ200円ピッタしないといけないじゃん。ないよ。両替してもらおうよ。なんかあるやん。受付のどこで。小遣い。わしの小遣い200円だけか。それでは、こういうみくじじゃない方にします、今日は。はい、じゃあこれ200円入れます。はい、7は見ちゃダメよ。先にアルコールシュッシュしてみよう。ちょっと見えた。そう、ちょっと見えた。あれ、どうぞ。あ、うん、4、うん、いきます。はい、いいっすで。あ、2枚取ってきちゃった。戻してこないと。返してこいですね。うん、あとで返してくる。せーので、ジャビーン。俺、小吉。さっき撮るとき見えて。今日。あらまあ。人生で初めて見た。どうすんの。やば。鈴、幸運の鍵鈴だって。鈴買いに行こう。1000円の鈴を買う。どんな鈴買ってますか。なんかね、こんな。癒やしますね、音もね。あら、上品の鈴っぽくない音、いい音。よかったよかった。うん、これで多分魔除けっていうか、なんかいいことあるでしょう。まあ、今年はね、ちょっと君、今日じゃ追ってもらったら困ることがあるからね、いろいろとね。そうだね。うん、だからちょっと今日は飛ばしてもらわんと。今日は悪いことじゃないから。うん、それさっきも聞いた。自分に言い聞かせてる、すごい。そっか。まあ、ほなということで、ちょっと遅れながらでしたけど、おみくじも引けたし、いよいよ新年スタートということでね、頑張っていきたいな言ってますので、まあ、この辺で終わりたいなと思います。はい、ということでですね、以上久々の、デート Vlog でした。では見てもらってありがとうございました。